はい、こんにちは。パーカッションの高見です。この動画では、ドラマーやパーカッショニストに限らずですね、音楽やる人、楽器やる人はみんな耳を守ろうという超大事なテーマでございます。はい。この動画の結論としましては、ドラムとかパーカッションの、こういった打音っていうのは、もう人間の耳のキャパを超えています。人間の耳が傷つくレベルの音量なので、こういうのね、 叩く時演奏するときには耳栓などをしてしっかりと耳を守りましょうというのが一番言いたいことでございます。はいいいこれについてて話していきますで脅すようなんですけれども耳を守らない状態でこういうのを叩き続ける長時間叩き続けるだったり長年叩き続けていると最悪の場合耳鳴りとか難聴といった耳のトラブル病気になってしまう場合があります。 でこれらの症状の中にはですね、一回なってしまうと、もう今の医療でも治せないっていうものがあります。ので、まあ、将来ね、音楽を楽しみたい、楽器を楽しみたいっていう方が多いと思いますので、その場合はまあ気をつけるに越したことはないということなんですね。で太鼓を叩くときには、とりあえず耳栓をするっていうのが手っ取り早くていいと思いますで。最近だと、イヤープロテクターみたいなね、ちょっとかっこいいやつも売ってたりします。あまりこう装着感がない。 つけてる感覚がない状態で音量を下げてくれるといったものもありますので、こういうのを利用してもいいんじゃないかなと思います。僕はもともとね、ちょっと課長気味。音が聞こえすぎる感覚があるので、普段からね、これをつけています。ぶっちゃけ風呂入るとき以外にね、これつけてるんですね。楽器を叩くとき、特に一人で個人練習するときなんかは、イヤープロテクタープラス、ヘッドフォンですね。ヘッドフォンして、この状態で叩いてと。で、クリックとか。 音源とかをヘッドホンから聞いて練習しているような感じなんですけれども、え、ここまでやる必要あるとここまで守る必要あんのと思う方もいるかもしれません。なぜ僕がここまでやるのかっていうのをね、ちょっと説明したいと思いますので、ドラマーとかパーカッショニストの方、ぜひ最後までご覧ください。はい、まず、超基本知識から説明していきます。ドラムとかパーカッションの打音。この音量っていうのは、だいたい130デシベルくらいです。デシベルって何やねんと。 う方の説明しますと、デシベルというのは簡単に言うと、音の大きさ、音圧を表す単位です。で、目安で言うと、この人の話し声がだいたい50から60デシベルくらい、で、トラックですね、車のトラックが、わーってこう、走行する音が80デシベルくらい、で、工事現場の音が100デシベルくらいで、飛行機のゴこう、ね、ごーって飛び立つ音がだいたい120デシベルくらいで、それを上回ってるってことですね。 130ってどれぐらいって言うと、まあ、自然界で言うとですねもう近所に雷が落ちたときぐらいの音量らしいですだからこれ雷ぐらいのパワーがあるってことなんですねでこの人間の耳が受け入れられる傷つくことなく受け入れられる音量っていうのは125デシベルだそうですやばいじゃないですかもうアウトじゃないですか130デシベルでもご安心ください健康な状態 健常者の方の耳であれば1 3 0ベルの音が鳴ったからといって、これ130で受け取る、受け入れるわけではないんですね。あんまり大きすぎる音量だと耳が危険だと判断して、これ勝手にね、下げてくれる、勝手にセーブしてくれるっていう機能があるんですよ。これよくできてますよね。はい、そこで今度は人間のこの耳の仕組みと働きについて見ていきます。でなるべくみんながわかりやすいようにですね、噛み砕いて噛み砕いて。 説明をしていきますけれども、僕もね、この耳の専門家というわけではありませんので、もし有識者の方でね、お前その説明間違ってるよっていうところがあれば、ぜひコメント欄で突っ込んでください。はい、では、簡単に説明していきますけれども、耳っていうのは構造として大きく3つからなっています。外耳、中耳、内耳の3つです。これくらいは聞いたことありますでしょうかすっごい簡単に言うと、外耳っていうのは音を拾う役割です。まあ、一番外側ですね。音を拾う役割です。 で次中耳っていうのがその拾った音を振動として捉える役割です。で最後内耳はその振動にしたものを電気信号に変換してそれを脳に伝える認識させるという役割になっています。はいこれね理系じゃない人は「え人間って電気流れてんの?」って「マジかよ」って思うかもしれないんですけどもはい流れてます。はいこれはね受け入れてください。 で本当に超簡単に説明しましたので、まあ、詳しく知りたいという方はね、聞こえの仕組みっていう、めちゃくちゃわかりやすいアニメーションが YouTube にありますので、この動画見終わったらぜひ見てみてください。概要欄に貼っておきます。僕ここもね、いろんな資料、いろんな文献を調べたんですけども、結局ね、このアニメーションが一番わかりやすかったというやつなので、ぜひ見てみてください。では、この耳の働きをドラマ、パーカッショニュースト的な視点から見ていきます。まず、楽器を叩きますよね。 まあこういうふうに楽器を叩いて鳴らしますと。で鳴らして、こう、音が空気の振動として外耳に入ります。で外耳に入って、その中に鼓膜があります。鼓膜っていうのはよく聞くと思うんですねで。鼓膜がそれを圧として捉える。で、その鼓膜にはちっちゃな骨とちっちゃな筋肉がつながっておりまして、鼓膜が感じたものを、このちっちゃな骨、まあ、自小骨というんですけども、自小骨が 振動として捉えるでさらにその自小骨につながっている小さな筋肉自小骨筋という筋肉が振動として捉えるというわけなんですでこの筋肉の働きによって入ってくる音の調子を整えたりあんまり大きすぎる音が入ってきた場合は調整するさっき言ったようにちょっとこう音量を下げてくれるっていう役割をしてるんですね具体的に言うと大体80デシベル以上 80デシベル以上の音圧が外耳から入ってきた場合に、この筋肉、耳障骨筋が働いて、それを80まで下げてくれる、セーブしてくれるという役割があります。めちゃくちゃよくできてますよねで。その奥の内耳はどうなってるかというと、内耳には下牛っていうですね、なんか渦巻きみたいな器官がありまして、そこに有毛細胞っていうね、細胞がなんと2万個ぐらいいるらしいんです。で、この有毛細胞がむちゃくちゃすごくて、 まあそれぞれぞね、2万個いるわけなんだけれども低い音に反応する細胞もいれば高い音に反応する細胞もいるという感じらしいんですよつまり例えばね 20Hz の音が鳴ったとしたら 20Hz 担当の細胞がピンってこう反応すると 21Hz が鳴ったら 21Hz に反応する細胞がそれぞれいるっていうことなんですねだから例えばこう高い音まあ我々が高い音だなって認識している音圧が鳴ったと したら、まあ、その耳の中ではですねその高い音担当の有毛細胞が「あ今入ってきました」ってこう反応してそれが電気信号に変わって脳に伝えているとで脳は「あ高い音鳴ったな」と認識してるっていうわけなんですこれめちゃくちゃすごい構造ですよねでそれが何かというといった話を中耳に戻します真ん中ねさっきあんまりこう大きすぎる音具体的に言うと80デシベル以上の音が鳴った時には、まあ、鼓膜に 繋がっっててていいるる骨と筋肉はその音量をを調整しししくれるっていう話をしましたね80デシベル以上の音は80まで下げてくれるようにしてくれるとただこれっていうのはもうこうだーっとこうずっと連続的になっているまあ音楽とかでもそうですけどもずっと連続的になっている場合に限るっていう話なんです何もなってない静かな状態からこう一発だけ 叩いいたた音、音鳴っにに対しては反応が間に合わないんですね。つまり瞬間的に瞬発的に生まれた音圧ドラムとかパーカッションの打音みたいな音っていうのはその音量をセーブする筋肉が働く前に機能する前にもう奥まで通過してしまうっていうことなんですねで一番奥に何があったかっていうと内耳です内耳は下牛であり有毛細胞ですねさっき言った何ヘルツに反応しますっていう有毛細胞がたくさんあると でこのユーモ細胞っていうのが大体ね125デシベル以上の音圧を受けると傷つくと言われています。なので、打楽器、まあ、130デシベル、125デシベルを超えるものをバンバン叩いてると、まあ、その分ね、ユーモ細胞を傷つけているっていうことなんです。はい、これを続けるとどうなるかっていうと、聞こえなくなります。はい、めちゃくちゃゃくく怖ないですか 僕はね、もうこの話を聞いたときに、あもう絶対耳栓つけようと思いました。で、さらにさらに、中耳にある大きすぎる音を下げてくれる役割の筋肉っていうのも、<noise> まあ一発音が鳴ると、その度にこうピクッて働いてくれるわけです。収縮してくれるわけなんですね。で、これをまあ繰り返すと、<noise> まあパーカッションの練習とかね、ドラムの練習とか、こんなんばっかじゃないですか。で、この度にこの筋肉っていうのがピク、ピクッピクッピクッとこう。 収縮してくれますとでこれをあまりにやりすぎるこの回数が多すぎるとやっぱりねそれは筋肉を疲弊させることになりますし普通の人よりも早く老化させてしまうっていうことになるらしいんですねで早く老化するとどうなるかっていうとだんだんこの筋肉の機能が弱まってきます大きい音 80dB 以上の音が入ってきた時にはその筋肉のおかげで80まで下げれていたんだけれどもだんだんその機能が弱まっていくとそのまま入ってきたまま まあ90なら90,100なら100、130なら130と、もう入ってきたまま、そのまま一番奥、内耳まで入れてしまうっていう風になってしまうんですね。そうなると、もうね、一番奥の有毛細胞がもう傷つきまくり、最悪なケースになります。はい。というわけで、改めて今回の結論をお伝えしたいんですけれども、耳を守りましょう。はい。それだけでございます。 音楽やる上でね、耳は命でございますから、耳をしっかり守って音楽、楽器を楽しんでいただければと思います。はいまあ、趣味でね、週末にちょっと叩く程度ですというのであれば、まあ、そこまで心配する必要はないのかなと思ったりもするんですけども、その頻度が結構高い人ね、結構頻繁にスタジオに入りますとか、そういう方はね、結構注意した方がいいかなと思います。まあ、一生ものなんで、注意しすぎて、しすぎることはないと、個人的には思っております。 はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、下の概要欄の再生リストからご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので、引き続き要チェックをお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。しっかり守ってね。バイバイ。